誠に申し訳ございませんでした。JA 高知県は去年4月から9月にかけ、賞味期限の偽装や保険金の着服など5件の不祥事が発覚しました。これを受け、特別調査委員会がおよそ5ヶ月かけ現地調査や職員へのアンケートなどを行いました。その結果、佐川支所と春野営農経済センターでの着服の被害金額は今のところ当初の内部調査を3000万円ほど上回る総額8400万円ほどに上ることが分かりました。着服したいずれの職員にも刑事告訴は行わず懲戒解雇などにしています。報告を受け、神前寺正勝組合長は、3年前の事業統合の際、組織体制やコンプライアンス意識の強化が不十分だったとし、組織の再出発を訴えました。不退転の決意を持って、皆様方からの信頼回復に努めさせていただきたいと思います。リスク管理体制の強化や集金業務の廃止など再発防止策の方針を発表。具体的な対策や組合員などへの対応は来月の理事会で取りまとめる予定です。